自民党、片山さつき NHK に激怒、軍艦島で。先日、自民党の片山さつき委員が YouTube に動画を投稿し、その中で NHK の軍艦島報道に関し、内閣府産業遺産情報センターの加藤幸子さんとともに NHK を批判いたしました。一部をご紹介いたしますと、NHK の 軍艦島報道の問題、またその他の問題について、報道の公正性を担保するためにやっていくと宣言がなされ、また、ツイッターにおいても、このように旧朝鮮半島出身労働者問題のルーツに悪用されているとの批判がなされておりますが、こちら、片山議員が投稿された動画については、 この動画の説明文にリンクを貼っておきますので、皆様確認をしていただきたいんですけども、現状自民党においてこういった NHK の報道を問題している議員が増えてきており、まあ、先日もこういった報道の問題、国家において自民党の議員が追及しておりましたが、NHK 側は 暴言を繰り返すばかりで話にならないという事態に陥っておりますので自民党には、まあ、こういった軍艦島に関する報道軍艦島の元島民の皆様によれば全くの事実無根の捏造報道とされておりますので捏造であれば放送法違反の犯罪行為となり政府として法律に基づいた 対応が必要となります。自民党の皆様には、まずはこういった NHK の報道、まあ、すでに、島民の皆様などが、元島民の皆様などが、証拠を集めており、まあ、十分な証拠は揃っているものと思われますが、総務省に放送法に基づいた対応を要請していただき、 こういった問題を国会においてさらに取り上げ、しっかりと NHK に対する世論を形成していただくようにお願いいたします。以上になりりまます。ごご聴いいたた。だきありがとうございました